こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。今日は、悪い評価の削除について。最近売れませんというね、相談をもらってチェックしてみると、アカウントに悪い評価がついていたというケースがたびたびあります。これ、放置しとくとね、売れないんで、悪い評価は、できるだけ早急に消さないといけませんので、悪い評価がついたら、すぐにご相談ください。これちなみにね、日本の Amazon のセラーフォームラムですけど、高いというので評価1つけられちゃったということですけど、まあ、こんなケースもね、削除可能な文章考えてサポートしてますんで、ほとんどのケースで悪い評価消せます。ね、諦めずに悪い評価ついたら何しろご相談ください。悪い評価ついたまま放置しとくと売れないです。またご意見、ご報告お待ちしてます。